皿洗い頑張って言ってくれませんか。お皿洗いファイティン。あのカノンがね、言ってもよければやるんだけどね。ダルマシアが転んだ、ありがとう。こんばんは、ダルマシアが転んだ、バラの花ありがとう。それ結局食べ物。皆さんが沢田お姫様の投稿に対してたくさんお食べだそうです。そうやってね、さんちゃんはポニポニになっちゃうんです。返信をねくださったんですよね。ありがとうございます。皆さんチョコチョコとハートありがとう。美味しそうなドーナツだった。うん、美味しかった。めちゃめちゃよかったね。だってよかったよ。結局多分ラッキーなこと。そう、クッキーありがとう。いっぱい食べる君が好き。カロリーミートだね。ありがとう。こんばんは、こんばんは。カノン警部、今日さんがミキちゃんの特典会ではしゃいでました。ピピピピピピ。そこの怪しいワンちゃん泊まりなさい。しばらくぶりです。なんだか久しぶりな感じが。お久しぶりです。今日のカノンはなんか特に理由もなく意味もなくテンションが無駄に高いです。帰ってきた時に、家にスヌーママが家にいたんだけど、帰ってきた時にただいまんごーって言ってめちゃめちゃノリノリで言ったら、スヌーママがなんでそんなご機嫌なの。 SK ミクス27日目到達してるんですが、未だにカノンちゃんに潜り合います。悲しいです。ちょこちょこっとありがとう。こんばんは、クッキーありがとうございます。お、怪しい家なの。潜入捜査を続けます。頑張ってください。クッキーありがとう。自分が見たいだけじゃんね、潜入捜査ね。未完全で食べるものダービーしたの。え、それはしてないよ。こんばんは、ハートありがとう。食べるものダービーだったら絶対参加したいな。バカにはジェストミュージックスクール卒業しちゃうのかな。あ、そうそう、あ、いろいろ、そうそうそう、バカなのね。おめでとうもさっきコメントもありがとうございます。昨日あのバカながあるオーディションに受かって、あのスマホを買ってもらったっていう話をしたと思うんだけど、そうそうそう、今日ねポスト上がりまして、若菜の方からもう発表があったのですが、この度ですね、ソニーミュージックザレッスンプラス2期生としてあのレッスンに参加をします。若菜がね、そうそうそう、オーディションがあって選ばれるとで受けれるレッスンなんですけれど、なんかそう、あの引用ポストの引用にもついてるんだけど、うん、こう分かりやすく言うと、てかあーそうなんだっていう感じで言うと、あの夜遊びの生田リラさん、生田リラさんがこのソニーミュージックザレッスンプラスのあの前身というか、ソニーミュージックザレッスンっていうその東京のやつの4期生なのさんなので、いくらさんの後輩みたいな感じですね。まあちょっと遠いんですけど、遠い、そう、遠い後輩というか、だから若菜がどうとかってわけではないんですけれども、そんな感じです。そう、こんばんは、ハートありがとうございます。そうなので2月からはこちらでお世話になりますね。ちょっとミュージックスクールの方は今はもう通ってはいなくてですね。こんばんは、はいの日です。そう、こんばんさんちゃん、おかえりんご。そう、そのままもうおかえりんごって返してくれた。こんばんは、ただいまんご。はしゃいでません、ぐっと嬉しさかみしめてました。そうなの。こんばんは、沢の日のプニプニでも美しさは変わりない、食べたい時にお食べになされてください。だってありがとうございます、優しい。中には本当に続けると夢を具体的には夢始めない、まあ、何かそうなんか決まったわけではないんですけれども、レッスンという形でちょこちょこっと。そうです、こんばんさんちゃん、ぐずらだぜ、ありがとう。公演は2月結構入ってるいい公演がてんてんてんって思ったら10日にお会いできることになりました。お待ちしております。しあさって、こんばんは、メール着弾しました。お、
よかったです。ちょこちょこっと。ソニーの女を好きになっちゃった？どうなの？こんばんは、ハートありがとう、こんばんは。ぐずりあじさん、メール届いてよかった。ハープありがとうね、こんばんは。まあ、歌詞の卵のみんなですね、これはね、やっぱり。ハートありがとう、こんばんは、さんちゃん。こんばんは、ハートありがとう、おめでとうだね。ね、わかのに伝えてあげて。さんちゃん、インスタの写真おしゃれ、とってもかわいい。ああ、ありがとう。インスタにもコメントしてくれたよね。ありがとうね。ハートありがとう。そう、インスタも更新しましたので、まだいいねしてない方は、ぜひ、いいねとコメントしちゃってくださいね。コーヒー、大好きなコーヒーを飲んでるさんちゃんが上がってます。YOASOBI の子、YOASOBI の後輩ではないけども、全然。はい。いろいろなアーティスト輩出してる。そうだね。そう。名古屋の。はい。ハートありがとう。クッキーありがとう。頑張ってますね、岡野。今日はケースを買いに行って、あれでも。ご褒美で買ってもらった iPhone15 のケースを買いに行って喜んでましたね。よくしゃみが出ちゃった。ちょこちょこっと青ゴムにあんだろ。12歳から募集なんか最年少公開。そうだね、一番年下って言ってましたね。めでたいめでたいめでたい。こんばんは。じゃフードは食べ物のフードってこと？絶対言われると思った。それ違いますよ。私サイン会であるメンバーから何々ダメよって言われました。身に覚えが。こんばんは。タイトル、あれか、テロップね。テロップ、テロップはハイテンション。ありがとうございます。今日も可愛いね。ありがとう。クッキーありがとう。アロハカの愛子さんのライブめっちゃ最高でした。お、今帰ってるところでストロー聞けた。いいな。君にいいことがあるように、今日は赤いストローさしてあげる。君にいいことがあるように、あるように、あるように。ハートありがとう。いいな。チョコありがとう。ハートありがとう。インスタのコメントもしてくれてたよ。ありがとう。ヘプシーチョコちょこっと。わかんないじゃん。じゃんが心配じゃなくなるのは納得。生活も意識して変えない。そうね。お、皆さん続々とインスタのコメントもありがとう。みきちゃんのサイン会で元祖みきのちゃんが呼ぶときに指3本してた。優しい、優しいね。こんばんは。 X のアイコン変ってもおしゃれに変えてたね。だってそう、ちょっと変えたよ。浮気はダメよ。だってしたことないからわかりませんね。本当にちょこちょこっと。なんか悩み方あったらいつでも聞くよ。だって悩み事は食べ過ぎちゃうこと。もう悩んでもいないので大丈夫です。もうしょうがない、しょうがないです。美味しいものが世の中には溢れすぎて。なんかあるかな、悩み事。皆さんの悩み事はありますか？さんちゃんのお悩み相談室。こんばんは。かのんさんの声聞きながら寝落ちしたら夢でも会えるかな。会えるかも。みひろんちゃんに怪しいもんじゃない、指さされましたから。あーって。さんちゃんは素敵なお姉さんです。子供の頃のお姉さんがいたらいいのにと思いました。おお、カロンは素敵なお姉ちゃんでしょうが。本当にわかりませんね。どうでしょう。でも若菜は可愛い妹ですよ。本当に可愛くない時もあるけど、可愛い、基本的には裏では可愛い妹です。ちょこちょこっとありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。明日公演なんです。12期生のサイリウム振ってしまうと怒るちゃんイベントが。あー、インスタインフルエンサーみたいな字が出してたね。なんかエモいエフェクトかけちゃったよね。悩み事、推しが冷たい。え、あったかいよ。ポカポカ。はい。花粉症の春が悩みの種ですね。
花粉困っちゃう本当に。でもなんかあのツイートした日が一番ひどくて、なんか喉もカラカラだったんだけど、そっからなんか落ち着いてるんだよね意外と。18日のチームイン公演って何気2回公演なの？え、知らなかった。悩み事は最近の SK のイベントが少ないことが。あー、でももうすぐね、もうすぐっていうかこの今後に握手会だったりトーク会もあるし。でも最近確かにあの最近っていうかちょっと前が結構なんだろう、コンサートとかをありがたいことにたくさんなんか続いてたイメージなの。そう考えるとちょっとあれだね、今はそのトーク会だったり劇場だったりっていう感じだね。コンサートは最近確かにちょっと間が空いてるなっていうイメージですね。ハートありがとうございます。そう、裏ではカノンの前ではそんなにこうなんか可愛いかって言われたらそんなね、そのそういう風に見ないじゃん。だけど裏では可愛いことしてますよ結構。悩み事、推しが好きすぎてもうどうしよう、いやー、そのままで大丈夫だよ。こんばんは、こんばんは、ハートありがとう。ほのちゃん最近は大丈夫ね、大丈夫ですかね、どうですか。あ、ちょこちょこっとありがとう、ハートありがとう、こんばんは。18日は昼がいい夜がいいす、あ、そうなんだ。じゃあ2回あのあれだね、カウント中は2回公演じゃないね、劇場で2回公演があるって。へえ、じゃあカノンたち昼ってことは早いねきっとね、集合も。うん、歌って踊れ試験が好き、ありがとうございます。歌って踊ってグズランドでありがとう。ちなみに誰も推しを誰とは言っていません。言ってないの？じゃあ分かりませんね、それは。カノはポカポカだよ、ポカポカ。こんばんは、皆さん悩み事ありますか？18に報じながら昼公演無理。ああ、そうだよね、それはもうあの優先してください。報じはそうなると入れ替わる時のメンバーがたくさん。そうだね、チョコありがとう。 HKT では昼夜で公演が違うのは普通のことなんと思いません。あ、そうなんだ、よく知ってますね。ちょこちょこっとありがとう。私はグズリストです。おお、こんばんは、何もないですだって、いいことだ。そのままチームエース公演にしてんってことはないです。愛を君に悩み、毎日どんな鍋にするか悩んでます。メール届いたもと思うけど、今日はお鍋は、お鍋っていうか今日はあのおでんでした。おでんとっても美味しかった。バラのお花ありがとうございます。バラのお花、こんばんは。1203日連続回収おめでとうで、ありがとう。こちらこそありがとうね。明日は何鍋にしますか？レモン鍋とかはあんまやらなさそうじゃない？こうなんかカノン我が家でもやっぱりあんまりやらない、超絶たまにレモン鍋、やっぱキムチとか普通にあのお出汁の鍋とかになっちゃって、レモン鍋は本当に1年に1回くらい悩みは昨日も10期11期がかわいすぎたことです。さてとても好きな悩みです、ありがとう。悩み事はもっと推し欲に力、後で来てたよね、力を入れたいのですが距離と時間が邪魔をする。なんか歌詞にできそうですね。ハートありがとう。レモン鍋どう？ハートありがとうございます。制服の目公園当選指名なんででしょ？ HKDJK 4年分制服の目、制服が目を立つや思い込んだ下に、どこかで誰かが呼ぶよ、落とし物。ダマシャンが今度ありがとう。現役の高松さやちゃん、あ、どんさんと兄じゃないよの YouTube でラップしてて、どんなラップだろう。ダマシャンありがとう。悩み事みやびちゃん
産めないことかな、だって残念でした。それはもうどうしようも解決ができません。おでん食べたい、牛飼って、おでんは結構あのカノンが好きなものが結構いっぱい入ってた。こんにゃくはなかった。今夜はトマトスープのロールキャベツ作って、いいね、美味しそうだね。ちょこちょこっと、ありがとう。グツニョウニさん、ラップ対決即興でやったの。今日の夕飯は、え、でもなんか配信で言ってた気がするな、ラップラップ、なんかたまたま配信を見た時があって、さやちゃんだったかな、なんかね、ラップとかなんかね、いろんな、なんか結構、お、そんなこともしてみたいのみたいなことを何個か言ってた気がする。今日の夕飯は吉野家感謝、すき焼きで豆腐を加えだけでできる簡単な冷凍品。へえ、そんなのがあるんですね。いいよね、簡単で美味しいのが一番だよね。朝はちんは一日頑張ろうって思うし、夜だとリラックスできて嬉しい。ありがとう、こちらこそ嬉しいです。朝配信は起きれる、朝早く起きれることがメリット。まあ二度寝しちゃうんだけどね、その後何もなかったら。可能は、夜配信はどうだろう。夜配信はね、なんか結構こう歌歌ったりとかもできるから、その目が覚めてるっていうところがメリットですね。朝はちょっと半分寝ぼけてるから、そう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 、悩み、さつきちの大吉がかもちゃん、ん、大吉が出ないことです。それは困りました。頑張って引き当ててください。こんばんは、さんちゃんが最近朝配信してくれない、お仕事頑張ってか聞けない、あー大変だ、朗報です。明日は朝配信です。6時45分からお待ちしてます。手をつなげら公演当選したのですが、12日15日あれ、さんちゃんいなかった。さんちゃんね、さんちゃんはあの9日ですね。こんばんは、ファミマが2月になったらおでんやめちゃってる。え、なんで今からじゃんね。番組用意してきたの、どんなラップか気になる。あ、YouTube だからもう上がってんのかな。いいじゃないよ。あった。あー、ごめんなさい。ラップをしておりました。なおさんラップでしたね、どんさんラップ。ちょっとあの流しちゃダメかもと思って無音で聞いてたけど、いやー、おもろい人ですね、本当に。おもろい人ですね。なおさんラップを披露しておりました。あとみつきさんのカメラワークもノリノリでした。おもろいですね。ねえ、ミロンソンのロールケーキがクリームにはみ出してクリームだけ食べるでて、あれはやっぱもうクリームが好きな人用の商品だよ。こんばんはです、グズランダで。こんばんは、クッキーありがとう。朝配信はさっちゃん一番、夜配信はあら
ちょこちょこと。なあ、目は9時で見れちゃうの、9時が出て見れちゃうの、応援が足りないから罰が当たってる。そんなの、それはもう応援するしかないね。月火水が朝配信がなかったので目覚ましじゃんけんに参加できて、今週の分はもうパワースワードゲットしたで。だって、おー、それはよかった。はーい、ハートありがとう。ハロー、こんばんは。明日は朝6時45分。ハートありがとう。おりこぐずらずありがとう。 CM が流れちゃった。だからファミポートさんのファミも、ウゴナさん冷やし中華でした。寒い、こんばんは。寒くない？冷やし中華逆に売ってたの？危ないね、バンされちゃう。ごめんなさい。だって、あ、全然だよ。大吉の頃か、未だに何吉も出てこないかのんちゃん。ここだここだここだ。朝から朝6時から冷やし、ミニ冷やし中華を食べて、寒い寒いです。そりゃ絶対寒い寒いだよ。おでんか大根の下までじゃないと時短で作れないのよね。だって、うん、ちょこちょこっと。ハートありがとう。気になるやないか。サランラップチケラヨーヨー、ラップラップロラップ、どこで聞けますか？ YouTube です。ダーシャンコールありがとう。ハロー、ダッチモホラップだよ。ポンジが好きなの。明日の飛行式はどんちゃん、谷さん、ココナちゃん、アミちゃんでバレンタイン企画か。そっか、アミちゃんさん。チョコありがとう。忘れてない今頃おみくじ来ました。アミちゃんさんの大吉おめでとうございます。お、大好きありがとう。大好きクッキーありがとうございます。 Thank you。 うーん、チョコありがとう。ナオンちゃんとの相性50から70を行ったり来たり行ったり来たりとかしそう。明日の朝の曲あって、正解賞3連単で、え、やっぱアン何正解率で言ったらパイセンは、ね、やっぱ高いよね。名前呼べないから。伝わったかな。お疲れ様です。はいはい、おインドネシア、センキュー。大好き、チョコレート集めてありがとう。あ、クマちゃん見逃してる。地球大好きクマちゃん、ありがとうございます。クマクマこんばんは。チョコちょこっとフォローもありがとうございます。フォローしたよ。だってね、ありがとう。こんばんは。パイセンは強そうですよね。こんばんは、こんばんは。お悩み相談は、まあなかなかね、ここでは言えないお悩みも皆さんたくさん抱えていることでしょう。頑張ってください。今日は見れた、ありがとうね。 Thank you。 明日のギターはみちはなぜつがラップ上でお願いします。みちは僕らのために続くよ、ずっと今まで歩いてきたこの道とか、そういうこと。急なラップ、まあ、ラップパート作るってこと。頑張ります、頑張ります。頑張ってください。4月は好きに何かありそうで、なん、やばい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 、土日に予定を入れられない事例も。4月か、なんかあるのかな。4月あの、もう分かんない。ありがとう、頑張ります。頑張ってください。いい感じだった。山で歩いてきたこの道、僕らの未来はまだ未知数とか言って。いい感じじゃん。この道を進んでいく意味、それを決めるのはそこの君。いいじゃん。
うまいじゃん。明日のギターは愛のホログラム、まだ覚えられてないんだよね。痩せられないのが悩み、どうしたら痩せますか。どうしたら痩せますか。カノンはでも本当に痩せようと思わない方が痩せます。今月は大富豪配信はしてあげないの。だってする予定はこう頭にはあるよ。まだ何日って決まったりしてないけど、若菜もやりたいって言ってたし、いい感じだって。ありがとう、こんばんは、ハートありがとう。なぜかラップ超4月から運営で、去年はチームコンサート、あれだ、合格キスをあれだよね、机と椅子でやったよね。ハートありがとう、ハートありがとう。サンちゃんとの通常と撮影会まで目標3キロ痩せるように頑張る。痩せなくて大丈夫だよ、そんな大丈夫だよ。カノンも痩せないからカノンも痩せないから大丈夫だよ今のままで大丈夫だよ。経験にか、金悲しくの意味、経験にありがとうございます、教えてください。ドゥンキさん一人ぐらいチーム員に来るかな。あくまで一人は来るんじゃない、どうなんでしょう。来年も夏も何かしらイベントあるだろうし、4月は私の誕生日があります、お祝いします、言ってくださいね絶対に。ハートありがとう。明日の朝ごはんは卵の黄身、イエー、卵の中心、そこの君、イエーイ。でかい自己紹介ラップでいけますかって、ちょっと難しいですね大人の世界覚えていいですか、歌ってほしい。覚えてはいないです。ハルコンあるかな、どうかな、こんばんは。おい、私はカオンちゃんと誕生日3日違いおめでとう、You are 通称とか絶対やお、ちゃんと言ってね。こんばんは、おはようって、おはよう。トーク会、握手会、ツーショット会、入場販売は明日まで、短いから今明日の朝とアピールしないと。アピールタイム、トーク会、握手会、ツーショット会、今回のツーショット会は釘付けウィンクの衣装を着る予定で考えてます。あとはお誕生日がね5月12日にあるので、そこはぜひ会いに来てほしいなって思うし、トーク会はトークをはじめ、なんかカノンが知ってる曲だったらリクエストに答えてちびっと歌います。大きい声では歌えないけど聞こえるように歌います。エアーよしよし会でよければ握手会の時よしよしを行いますトーク会の日私の誕生日なの、彼女に祝ってもらえる特権、いいね、生でね、いわゆるね、考える時間はあるね。んじゃじゃわいはあのちゃんと誕生日同じだミスティシボーイ、そうだ、あ、そういうことね。ちょっと考えて、明日までが4時販売なので、ぜひぜひ皆さん、さんちゃんと握手なりツーショットなりトーク会なり楽しんでみませませんみませんか。今回インフ見ましたね、だってそうですね、全部会だからね。はーい、はにゃ、ワンちゃんだと誕生日連番なので一緒に指さしてください。こんばんは、こんばんは。今日はサンちゃん内容を YouTube を見てからのラリコのタイムフリーを聞いてまったりしてました。いいですね、いいですね、ちょこちょこと、はい、ありがとうございます。ハロー、明日会でカノンさんと歌うぞ、だってね、何を歌おうね、楽しみに待ってます。You, hello. なのでね、ぜひ
さんちゃんと愛のホログラムの現地イベントを楽しんじゃいましょう。ぜひぜひお待ちしております。皆さんは今日何してましたか？カノンはね、今日もお仕事っていうお仕事はお休みだったので、はい、割と自由に時間を過ごしてましたね。でも皆さんは結構お仕事してた方がたくさんだからな。こんばんは。今日も仕事でした。お仕事でした。お疲れ様です。今日は怒られませんでしたか皆さん？バイト怒られませんでしたか皆さん？お疲れ様です。怒られてないですか？そこの君みたいな、叱りました。お先輩パイセン叱る側でした。はじん、ん、なんて書いてあるの？なんて書いてあるんだい。星になった、なんか星がいっぱい。大変だったね。怒りました。喧嘩しそうになって。やばいじゃん皆さん。お仕事大変じゃん。皆さんなんか大変でしたね今日はね。こんばんは。こんばんは。僕の夕ご飯はさやめに北の恵み丼を食べました。海鮮丼かな、美味しそう。平和な一日でした。素晴らしい。今日はお寿司のタコを食べました。いいねいいねいいね。ポストもしてたね。いいね。3月無理じゃけど5月は2day 2日行きますぜ。待ってます。ちょこちょこっと特別先から1月上旬に受け取っておきながら、なんで締め切り間際に持ってくるんだ。おお、ギリギリだったんだな。相模の夕ご飯のデザートはフレッシュいちご贅沢パフェといちご大福2つも。いいね、ゴージャスですね。夕ご飯はイワシの、え、煮魚だ。普通、あ、煮魚。めっちゃうまかった。いいですね。やっと3月のお仕事の予定が分かってき、3月16日行けそうです。お待ちしてます。今日の職員研修では安全を軽視していると大、やばい、時間が大幅に延長しました。あら、大噴絶。大変でしたね。歌って48ぐらいグループ以外でも OK ですか？マジで歌ってもらう機会だった。いいよ、あのカノンが知ってたらね。使えない女子がいると嫌なっちゃう。今日は北方領土のオリンピックメモリアルデー、名古屋のな長野の日、福井県ふるさとの日、大噴球。一応水曜日は私お休みだから、仕事結構してる。うちのな会社はみんな日曜日どこかで休みを取ってる。休みはもう思いっきり休んでください。ダフンダじゃないよね。ダフンダ。雪降っていないのに贅沢決め込んだ同僚がいっぱいいた。あーもうわからんから帰りどうなるか。船の日、ニキビ悩まないで、草ぶな台の日、ギター持ってきて本格的に。こんばんは。それはやばいね、ギタートーク会はやばいね。5月6月の予定は3月中旬から待ちにならないとわからないので、僕の分残しておいてね。だって、うん、
張ってるね。血圧が上がっちゃう、大変だわ。ちょこちょこっとありがとう。前回12期生は3人行けなかった、どっか行ってもいいですか？行ってください。はい、あのちゃんとまた待ってるからね。こんばんは。今日から3日休みなので全部公演外れ。何しようか。確かにどうしようね。外れちゃったか。劇場公演入りたいです。入ってほしいです。踏切が開かない。踏切の向こうの君に向かって、ギタートーク会いいじゃん。だってギタートーク会はすごいね、斬新。ギター侍よし、オイラもギター持ってトーク会で語る、トーク会ギターで語るトーク会、そういうこと。ギター同士で話すの、めっちゃなんかプロみたいなこと。ハートありがとう。行く気はまんま待ってるよ。カープカムさん見て癒されてます、ありがとうございます。10秒じゃギターのネタも入らない。ギターの動画魅力的で、その前によしよし返していただきたい。よしよし、ハートありがとう。褒めて。5月1日はカノン以外に通して行かないよ。カノン思うにです。素晴らしい。素晴らしいね、ありがとう。ハートありがとう。ふんきゅうとは、やばい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 、たついつたきがたつ、ここでまとまらず揉めることです。わお、カノンは知らない日本語がいっぱいだ。ハートありがとう。あとギター思い、ウクレレでいいですか。かわいい、いいですね。弾き語り会、うまいことまとまった。ハートありがとう。たくさんじゃん、ハートたくさんありがとうね。グリオイさんで公開収録やってほしいねー。やりたいね。やるときはみんな来てね、絶対に来てね。やりたいですね。ハートありがとう。来月は考えた。我が家じゃ小学生、みえちゃん中学生卒業式になるのか。うん、卒業式何着ようみたいなのも話してるし、いろいろなんか次の学年になる大きなあれですから、変わり目ですから、いろいろなんか話してますね。カノンも、ハートありがとう。カノンの卒業式はね、あんまりこだわりがなかったからね、そうそうそう、悩まなかったかな、あんまり。ハートありがとう。こんばんは。今月末パステルさんが隣の駅中にやってくる。わお、いいじゃん。こんばんは。ではわからない、テイラー持って参加で。テイラー、さすがにグッドウィズの公開中、有給取ってでも行きます、使ってでも行きますよ。だって、いや、ありがとう。公開グッドで行くね。グズリ T シャツ着ていくわ。だってナイス。キャンキンテイラーがあって、あ、おそろっちなんだ。ハートありがとう。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。最近花粉で目が、あ、そういうのでメガネ生活してる。あ、そうね、花粉本当にやめてほしい。花粉本当にやめてほしい。花粉さんはもういなくなってほしい。でもカノンは花粉もそうだけど、あの花粉っていうよりはメガネを作りたくて、なんか昔かけてたメガネもあるんだけど、メガネも作りたいんですよね。今コンタクトにしてからメガネは使ってなくて、コンタクトしてない時は、うん、何、お仕事とかがない時はもう裸眼で過ごしてたんだけど、やっぱちょっと遠くとかは見えないわけじゃん。なんかメガネ欲しいなと思って。最近小学校の卒業式遅いはしかにかく、はい、あ、はしかに参加禁止命令、先生とクラスメートが全員が家まで来てくる。うー、泣けるね。じゃあ集合写真はあれになっちゃったのかな、ワイプみたいな。クッキーありがとう。こんばんは。ハートありがとう。花粉かのなんか似てますね。だってやめてください。似てないです。似てないよ。やだやだ。自分も左目がやばいのでメガネ作らない。うん、
と前髪も切りたいしね。あとトーク会の服、まあ、トーク会の服というかあの新しい服もね買いたいしね。そうそう、昔つけた眼鏡 YouTuber みたいな見せて、だってどこにあるんだろう、多分家のどこかにはあるんだけど、ちょっと今はね分かんない、まだなんとも。ライブ中にコンタクト外れちゃった、ずれちゃったことある？どうだったかな。多分ないかな。リハはあったかもしれんけど本番はないかもしれない。でもなんかラメがね、そうそうそう、ラメが入っちゃった時があって、ずれてはないんだけど痛くなっちゃって開けた時はあったね。メイクのラメが入っちゃった。メガネ仲間になりましょう。うん、メガネ作りたいです。こんばんは、ワイプです。グズルウィさん、沢田花粉です、嫌です。汗でラメが、そう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 、それそれ。今日のオフィシャル生写真は私もよしくの今月だ、失礼いたしました。私はよろしくよろしくせーの、沢田花粉嫌だ。春服買いに行きたいね。今欲しいのはチュールスカート、チュールスカート。今年はどんなのが流行りなんだろうね。あーいいね、チュールスカートかの欲しい。チュールスカート、今年も喉乾燥に負けちゃって、ノドヌルスプレッドガムが手放せません。あーピュッピュッ。カノン、我が家ではですね、ノドヌルスプレーみたいなのとかをね、ノドピュッピュッっていう、ノドピュッピュッ、メガネおじさんです。一生カノンもメガネ作り、僕のかけてるメガネは清水口のハバナミュージアム、ほう、握手会や東海の区は決めるの、そうそう、考えててっていうか、衣装はねやっぱ優先的に考えてて、それであのトーク会じゃない、ツーショット会の時とかに基本衣装の方がいいかなって可能的に思ってて考えたりはしてる。私服はまだ何も買ってない、決めてないです。自分の時代送る言葉なんだけど、今は卒業式でどんな曲なの。カノンはすごい顔してたね。カノンは何歌ったかな。でもなんか桜のやつ、桜っていうやつだっけ。
ちょっとわからないです。なんかここまで出てるんだけど出てこないんだよね。どういう曲だったかな。かんちゃん花粉みたいに日本制覇しましょう。いい、確かに制覇してるね。目に何かお色のコンタクトすることがないですね。だってね、最初は絶対怖いです。名古屋に来る芸能人が買いに行くって聞いて、バナナミュージアムじゃない、ハバナミュージアムに行くことになります。おお、かんちゃんにアーマン少し痩せた。痩せなくていいよ。カノンがだって痩せれないからさ。チャオチュールが欲しい。チャオチュール喉ピュッピュッ。それは愛のホロのチームカップにしてるインターハンドで道場。ダメだよ。今日 CD 制した前回分が40キロ弱あった。オーマイガー。そっち普通に仰げばと落として、仰げばと落とす、仰げばと、あ、音痴、尊し、違う、森山直太朗さんのやつじゃなくてね、忘れちゃった。あ、あ、くまちゃん、くまちゃんが、待って、1、2、3、周回になってる。全然気づかなかった。ありがとう、くまちゃん、周回感謝申し上げます。クッキーありがとう。クマちゃん、あー、クマちゃん GO! クマちゃん全然気づいてない。やっと、本当にクマちゃんありがとう。今日24時までじゃないよ。本当だね、結構もう1時間経つところじゃん。クマちゃんありがとうございます。クマちゃん集会が開かれておりました。すみません、気づかず。ありがとうございます、くまちゃん。ありがとうございます。そうですね、もう今日も眠いですから、皆さん。寝ましょうね。はい。思い出したいんだけどな、曲。桜の花びら。違うな、なんかでも桜の曲だったんだよな。取れません、確かに。じゃあスクショタイムをして。猫も投げる、ありがとうね、猫ちゃんも2匹。あのこの猫さん、サンデスタイム、スクショタイムをしてサンデスタイムに行きたいと思います。ライブ踊りはアンドレナリンが出て俺でも付き合う。わかる、カノもやっててもそう。ではプマちゃんとねこちゃん、ありがとうございます。ワン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 の日もすぐ。確かになんかさ、ショールームよくないのかな、いい、わかんないけどさ、あのショールームもさ、あれなんか猫ちゃんとかになれるやつ、そのあギフトであるからか、ね、そうだね、なんか猫ちゃんとかに、批判じゃないです、全然違う、あの猫ちゃんとかのさ、エフェクトとかがなんかありそうな気もしたんだよね。ありそうな雰囲気があるじゃないですか。そうそう、でもあれですね、あのでもないんですよ、なくて、ギフトがギフトでありますもんね、はい。それでは今日も13位から3でした。張り切って登場。13位さんです、ありがとう。12位さんです、ありがとう。11位さんです、頭のキャックファミリー、ありがとう。
獣医さんでさともく初恋さいな。キスをあげるよ今気づいた思いで好きなむきよ Thank you。 獣医さんです。押したら引いてまた押せ押せ Thank you。 ありがとう。八位さんです。もう少し話したいのに笑顔で見送るのなんだかな Thank you。 あ、手形買いの気づいた。7位さんです。怪しいですね。6位さんです。ありがとう。5位さんです。あとまくおやこはみありがとね。4位さんです。あとまくごはみに Thank you。 そして3位、そして3位さんです。あとまくごはみ大好き、ありがとう。そして2位さんです。横浜に橋ありがとう。カノさん大好きよ、ありがとね。そして今日のうちはトゥル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 さんです。素晴らしい1位ポポポポポポ、素晴らしい、ありがとう、ありがとうね。そして今日の8時5位やこさんはタラタタタさんです。ありがとうございます。あなたもぜひ横浜になっちゃってくださいね。キュッ。はい、ということで少しでも気になってくださった方はぜひここのハットピンクにしてフォローよろしくお願いします。キュッ。今日のフードの柄、フードに柄はないけどね。今日の紐の長さチェック、ティリン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 ピロロン、右がちょっと長い。フードに柄はないです。後ろは、あ、後ろ見えないね。これスマーフ、スマーフです。スマーフ、スマーフのパーカー、膝掛けはスヌーピー、寝てる。下で着てたのと同じやつやんだって。そうかも、クマちゃんのやつかな。はい、こんばんは、ちゃん遅れました。あー、こんばんは、こんばんはね、ありがとね。今日ね、一回でもこれでもちょっと揃えたんだよね。もっと長さが違って、これはやばい、さすがにと思って。直してこれだから、もっとずれてた。チョコありがとう。フード女子。ベビーさんちゃん、あ、これさ、これでさ、これをさ、こういう感じでさ、こうやってしたらさ、これでさ、これをさ、これでこうしたらさ、ベイビーベイビーさんちゃん、パプー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 、ベイビーさんちゃん、お腹が空いたぶん、どう、こうやってやられてる赤ちゃん
さんちゃんでした。それでは、それでは、あの、ぜひね、皆様、ちょっとこんな格好で申し訳ないですが、あのトーク会や握手会やツーショット会では可愛く、あのこれも可愛いけどね、きっとね、うん、あ、もっともっと可愛いあの感じでお待ちしておりますので、ぜひ皆さん4時販売お待ちしております。トーク会、握手会、ツーショット会、ぜひ遊びに来てね。バイバーイ。またごやね。おやすみなさーい。バイバーイ。バイバーイ。So cute! Oh, thank you! ベビーやティーンズじゃない。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。配信ありがとう。また明日。明日は朝だよ。明日もアイコさんに行ってきます。いいな、行きたい。カロンもついてって。あ、ドーナツの服、そうそう、今日この服だったから。バイバーイ、おやすみなさーい。